トカ,カツオの「トカチャンネル」いや武尊選手も強いですよ、えー、まあもう那須川選手から僕は知ったからね、えー、それでスカウトしようっていう感じでインパクトあったその後は那須川選手がすごいすごいすごいボクシングですごいパンチでもすごいっていうもう提言 3人いるとかいろんな僕親会から噂を聞いてあの那須川天心、ね、チャンピオンのよく試合を見たりしてましたけどもそれで「いや那須川天心だけじゃないよ強いのがいる」ということでね、まあ、まあ評判は聞いてましたよ「たけるチャンピオンがいる」これどっちもどっちのもう本当は半々ぐらいの評判なんですよね。たたたまたまあのメイウェザーと、ね、那須川天心チャンンピオンがやったから 特に注目したんで話しましたけども武、え、尊、ー、選手の試合を見ると、まあ、最近ですけどもね見たんですけども強いあやはりお互いまあ団体はいっぱいあるけどもキックのチャンピオンというだけあってすごい半端じゃなく強いですよでパンチもうまいで、ね、この間かまあ分かりませんけどムエタイのね 一度もダウンしたことないという世界チャンピオンと言われている選手を右一発でねああバーンとカウンターで倒してましたねあれすごいないやボクシンングセンスもありますよ、うんまあねお互いナスカーチャンピオンもタケロチャンピオンも世界一という称号を持ってますからこれは同じ日本にいるんだったらね一階級違いだったらぜひ見たいですよね。 いやこれは各団体のね、えー、ライジ,ンライジンと k 1かな、ねえー、どっちもすごい団体ですけども、ぜひやってほしい、世界一は2人も3人も4人もい,ない,いらないんですから、ね、WBSS って日本でも4団体ある、ね、世界で認められた4団体があるのを一つにするという対価があるんですから、もうそろそろ k、k 1もライジンもやってほしいですね。 これはもう今一番見たい対決でしょあの是、ー、非 K1 のプロモーターもライジンのプロモーターもぜひこのファンからの一番の希望を見たいというこの2人の試合ねやってくださいぜひお願いします本当強いあのー、足ももちろん速いしえでお互い2人とも顔がいいじゃないですか綺麗じゃないですか。これいかに 早く相手を倒してるかいかに打たせないで勝ってるかだからボクシングセンスもあるし戦う選手もあるもちろんキックもね強いからキックのチャンピオンになってるんですけどもすごいですねまあ私も空手5年やってましたからあのキックも好きだしねボクシングも好きだしまあだから k 1とかねあのライジンとかね見ますけどやっぱり面白いですよね。うん、やはり足の パワーは僕あのパンチの手のね3倍あるって言われてますからそれは強いでしょうで僕のキック,もなキックのね仲間もいっぱいいるんですよキックの元チャンピオンだとかねそういうあと格闘技の,あの空手とか少林寺だとか拳法だとかそういう仲間がいっぱいいるんですよ。で僕はもう全部好きだからほんとにあの空手やってた時も世界一になりたいと思ったぐらいだから足もね研究したしね手も研究した。 そういう意味ではやっぱり k ワ1とかライジンとかね格闘技のチャンピオンになるのはすごいですよそのチャンピオンたちが今今2人すごいのがいるんだからぜひこれ見たいはい見たいでどっちが強いのって言われてもこれはまあ難しいですねどっちもチャンピオンだからねこれねやってみないとわからないでも一番かるかるとしていいのはメイウェザーと武尊選手もやってくれればわかりやすいでしょ え、どっちが頑張るか、どっちが持つかっていうところでね。それは、見上だとやれば、わかるんですけれども。まあ、その目をじゃ、呼ぶのは、大変な金額がいるんで、難しいでしょうから。この二人、やってほしい。ぜひ、見たい。うん、な、手の技術としては、まあ、正直な話。まあ、那須川天心んの方が、少し、上かなと。 ただ、当て感は両方とも抜群たける選手がチャンピオンがなぜ那須川天心君チャンピオンよりちょっと落ちてるかというと、まあ、ほんの少しですけどねガードですよ、ガード。まだ天心君の方がまだガードはましちょっと、たける選手ちょっと下ろしすぎっていうね打つときにこうやって打ってるんで、まあ、スピードがあるからね。 あの早く当てて、えーまあ、ボクシングの選手じゃないからガードも相手もろそかだしそこまでの打つ,打つ技術もなかったでしょうからまあどっちもすごいんですよどっちもボクシング技術あるんだけどもどっちかといえば天心君の方がちょっと上からとただ足もあるからこれどっちも世界一ですからこの実力は戦わなきゃわからないこれはどっちが強いとは私は言えない。 これはややっって勝ったやつが強いだから那須川天心チャンピオンと武尊チャンピオンボクシング技術で言えばほんの少しやっぱり天心君が上勘は同じぐらい当て勘は同じぐらい持ってるで足は分からない足はお互い世界チャンピオンまあキックでね格闘技で世界チャンピオンなんだからか、うん、分からないだからやってみないと分からない、うん、当て勘は本当に2人ともいいですよ あのうちのジ,ムボクシングのジムボクシングジムですけどやはりその総合格闘技も K−1 とかそのキックボクシングも手は全部使うわけですよだから必ずその習いに来たりねしてますねキックのボクサーとか総合格闘技の選手がね習いに来てますえやはり格闘技もやっぱり全部パンチを使うんでえパンチを習うと全然違いますよね あの過去で言うと正人選手もね正人チャンピオンも五反田のねえ渡辺ジムでボクシングを習ってただからボクシングのパンチで倒したのもね結構ありますよねいや技術もかなりうまいまあそういう意味ではやっぱりみんなパンチを習いに来てる渡嘉敷ジムでもあのレオナ・ペタスっていう選手が習いに来てキックボクシングでねあのチャンピオンになってますよやはり ね、足はやっぱり足だけ覚えてたんじゃ足は止め合いしたら終わりなんであとは手の勝負になるんでやはり手も覚えてる方が絶対いいですよねいやーこれね動画どっちのね天心チャンピオンと、えー、武原チャンピオンとの、ね、動画を見ながらね今度チェックしましょう、えー、どっちも当て感はもう抜群ですから、えー、那須川天心チャンピオンと武原チャンピオンやってください試合お願いします